冒頭一つ私から、名誉都民についてでありますけれども、今年の名誉都民の候補者として北浦雅子さん、山田定一さんのお二人を選びました。北浦さんはご子息の発病を契機として重症心身障害者の福祉向上のために半世紀にわたり第一線で活躍されておりまして、障害者の能力開発による自立支援にも取り組んで、志を同じくする後継の範となっております。山田さんは長きにわたって東京の地域医療に尽力されまして、国内初の精神障害者の受産施設の創設や東京都で最初となる看護老人保健施設の開設など真摯の精神に富んだ画期的な取り組みを重ねてこられました。このお二人の素晴らしい功績は都民が敬愛して誇りとするものであると思います。次の定例議会で同意をいただいた上で検証式を行う予定であります。詳細は所管局に聞いてください。私から申し上げる以上です。質問があったらどうぞ。どうぞ。フジテレビの森山です。オリンピックの招致について、ちょっとこちらにお願いします。支持率なんですけれども、もう5月の時点で IOC が発表した、日本国民の支持率が 47% と、他の2つの都市に 70% に比べて非常に低い数字となっていましたが、まずその点について、改めてですね、どのようにご覧になっているか。あんまり支持率は私、気にしてないんですよ。でも、原発については随分数値も違ってるしね、気が熟してくればね、思うとね、なんていうのかな、気分も減ってくると思うしね、そういちいち、今は47が48だとか、この違いを生むしたってしょうがないでしょ、それやることやっていくしかないんだから。はい、それで、その IOC の調査についてなんですけども、国民調査ということで調査員の数とか、そういったものが具体的なことがあまり明らかになってないということなんですが、それをどのようにそれは、その他人様のやってることで私は知らない組織だからね、それはそれのうまくでやってるんでしょうけど、日本経済新聞の森川です。東日本大震災に関連して東京都の取り組みについて一点伺えればと思います。はい。